ですというご相談ですね。稼ぐ人の共通点、ブログ飯は可能なのかということを言われてます。ブログで食べたいと。で、稼いでる人の共通点、まあ、稼いでる人はどういう人なのかということなんですけども、アドセンス収入で生活、まあアドセンス収入で生活、まあこれ日本でですね、アドセンス収入で生活すると、まあ、30万円ぐらい、もちろん田舎だったらもっとかかんないんですけども、30万円ぐらい出達すると、まあ、90万 PV、100万 PV ぐらいの月のアクセスが必要になってくるということで、なかなか大変ですよね。なんで僕はミラーブログっていう形で、例えば月5万円稼げるブログができたら、それのミラーブログを作ってですね、5個とか作って、それを30万円にしましょうと。5個、6個、5万円稼ぐブログが6個できれば30万円ですよね。まあ、そういう形でミラーブログの作り方というのをお伝えしてます。あと僕も自身もですね、ミラーブログの複製でずっとメディアを増やしているという形になります。なので、1個のブログで30万円稼ぐってなかなか大変だと思うんですけども、こういう発想ができます。ミラーブログはぜひやっていただきたいなと思います。ですぐに稼ぐ手段ですね、Google AdSense